続いてテレビアスポーツは有田さんです。はい、今日お伝えするのは広島を拠点に活動するプロの自転車ロードレースチームビクトワール広島です。今週末地元広島でプロツアーが行われます。7月27日に三原市の佐木島でロードレースが、28日には広島市西区の商工センターの周回コースを走る広島クリテリウムが行われます。こちら映像は2年前のクリテリウムの様子なんですが、私も取材していて目の前を時速60キロを超える自転車が走るっていうのは迫力がありました。こういったプロの自転車ロードレースを広島で見られるという絶好のチャンスです。そしてビクトワールは去年佐木島のレースで初優勝を果たしているんです。翌日の西区のレースは雨で中止にはなったんですが、今年は地元でダブル優勝というのが期待されているんです。そんな中で注目はこちら、エースの小野寺玲選手です。小野寺選手、昨シーズンまでは強豪宇都宮に所属し、2022年には年間の個人総合優勝を獲得した実力者。エースとしての活躍が期待されます。そして小野寺選手といえば、レースで優勝した時にするのがこの小野寺ライダーポーズです。アニメや映画からヒントを得ているこの小野寺ライダーポーズ、森さん、地元広島でこれが見られるか楽しみですね。ですね、はい、で以前アナプレでも紹介しましたけれども、はい、小野寺ライダーポーズ、はい、これもチームの皆さんで一緒にやるんですね。そうなんです、もう明るさがどんどんチームにも広がっているんですが、うん、一度として同じポーズをしたことがないので、うん、今回広島大会に向けてどんなポーズを今考えているのかぜひ皆さん注目してください。27日28日広島でプロツアーが行われます。ぜひビクトワールの活躍注目して現地でその熱気を楽しんでください。以上スポーツでした。